こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回やらせていただいてますのがライカの、M 型ライカの人気レンズになりますズミクロン 35mm の、第2世代の角付きになりますね。絞りのリングにこのようにですね、この角が付いてるんですね。角付きと呼ばれてるんですね。はい、ズミクロンの、35mm、F 値が2になります。カナダライツ製造の、レンズになりますね。シリアルが、見えますかね、2316643ですので、1969年製造、カナダにて製造された、ズミクロンの 35mm レンズになります。はい、では外観から見ていきます。はい、外観はですね、ご覧の通り、目立つような擦り傷とか当たりへこみといったものは全く見られずに非常に綺麗ですね。備品と言っていいレベルじゃないかなと思います。はい、目立った擦れとかもないですね。塗装の剥がれ摩耗もありません。はい、フロントも綺麗ですね。ぶつけた跡とか落下した跡のようなものは見られないですね。はい、はい、マウント部も綺麗です。油汚れもないですね。はい、レンズは、前玉後ろ玉ともにですね、ご覧の通り擦れ傷、コーティングの剥離、引っ掛け傷といったものは全く見られずに、中にもレンズの中も曇りカビは一切見られません。ゴミちりの混入が、ほんの少し見られるかなという感じですね。まあよく見ないとわからない程度で、画像に影響は全くありません。はい。角付きの絞りリングも軽快に動作しております。絞りバネも、摩耗や油の乗りなく綺麗に、なっております。はい、はい、でピントヘリコイドも滑らかですね。重くなったりガリガリいったりしずに非常に滑らかに動作しております。無限ロックはないバージョンですね。はい、はい、ご覧の通り、状態のいいズミクロン 35mm になっております。付属品がリアキャップとフロントキャップですね。で、この黒い UV フィルター、はい、ライカ純正ですね。これが付属いたします。せっかく綺麗なレンズですので、できればですね、このフィルターはつけっぱなしにしていていただければと思います。はい。はい、ということで、大変状態のいいライカ M 型の人気レンズ、ズミクロン 35mm 第2世代角付きのものになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。